はい、ということで、1試合目ね、解説していきたいというふうに思います。相手は、ディビジョン2の方で、フォーメーションは、4、これ何なんですかね、これ。4、2、4だけど、ソン・フンミン開いてるんで、もう実質4、1、5みたいな、フォーメーションと、自分が、今、4、2、1、3みたいな感じで、キーパー来るとは、まあ、後ろはパヴァール、コナテ、クリバリ組んで、ビエラ、キミッヒ、ペドリで、で、スルーパス、バペ当たったんで、これ使って、レバー、メッシって感じで、後半はね、こちらも同じく当たった、ソン・フンミンを、入れてって、まあ、サラ、ネイマールだったり、ルンメニングを入れていくっていう形になります。ということで、試合、いきます。ということで、動画を、少しずつ上げていこうかなっていうふうに思ってまして、まあ本格的な動画ではないんですけれども、まあ試合解説をのして、なんていうのね、まあ普通に試合やってるのをできるだけ見て、まあ、参考になればなっていうので、まあ、試合をどんどん上げていこうかなっていうふうに思います。まあ配信もやってるのでね、そちらもね、ぜひ来てくださると嬉しいですということで、キックをしていく。で、こういう時はね、マルパス結構使えるんで、マルパスは使っていきましょう。ここはカウンター取る。この時にメッシの動きをしっかり見て出してあげると。ここ通んないけど、取り返してメッシ落としてフライスルーパスで、パーのエムバペと。ここね、メッシに当てたところでしっかり走らせてあげてフライスルーパスっていうところで、ここ前線の選手は基本的にワンツーはガンガン入れてもいいのかなって個人的には思ってます。終盤の選手だとね、ちょっと上がりすぎてバランスっていうのもあるんですけど、で、ここら辺の1対1は、並走してあげて、×のプレスボタンを押せば、結構いい対応はしてくれますということで、ここはね、我慢我慢で、ああ、こういうとこね、繋いじゃダメですね。これね、ダメなプレーがね、早速出ちゃいました、自分の。で、割と、皆さんもこういうのしちゃうんじゃないかなって思うんで、こういうところはね、しっかりクリアしてっていきましょう。ということで、コーナーキックは、自分のペドリ。これ小さい選手を外にどけてクリアするって感じですね。で、ここもワンタッチシュートが可能性があるんで、耐えて、耐えて、で、取ったらクリアですね。レバー頑張れ。おー、出ちゃいましたね。ここもスローイン簡単にやらせないのが大事ですね。で、ここもチームプレスでしっかりディフェンスにカーソル当てつつ、プレスバックする感じで。やってます。はい、ここアンカーうまくディフェンシブつけてるビエラからエムバペで、ちょんちょんつないでいくか取られていく。ここも並走してバツプレス押したんですけど、まあ、かわされちゃって、ここ1枚出た方がいいんで出ます。うわ、その横パスからのシュート、これはナイスシュートですね。大池さんを褒めるべきシュートだったなっていうふうに思います。ということでね、またどんどん点取っていきましょう。はい、エムバペ抜けてるけど使わないで、ここで使ってあげるってところでミスですね。お、ペドリが追いつけそう。ここ、キミッヒ、わあ、そこ取られる。カウンターなんでしっかり戻って、内側消して、コナテでね、内側のコース消しつつ、ここね、伸びたところをしっかりプレスボタンで止めましたね。ここ、丸パス入れてあげて、ヘディングで反らして、うわっ、オフサイドか。でも、ここら辺は、丸パスはどんどん入れてあげてもいいかなっていうふうに思ってます。で、相手がね、勝手に釣り出されるんで、CB のカーソルが見てもらって分かる通り。で、どんどん出していっていいと思います。で、ここら辺はね、レーダー見ながらしっかりコース消してって感じですね。相手のフォワードの数が多いんで、とにかく、クリアすることが大事ですね。これも怖いんでクリアしていきますということで、スパキャンでなんとかマイボールにして、これはね、内側切ってるんで、外側にトラップしてスルーパスで、レバーが抜けてって、カットインダブルタッチからのってところで、あ、これはね、エムバペが抜けてシュート、わあ、これね、まあ、打ちつけることで、まあね、ファーによってこぼれ球狙ったんですけども、まあ、こういうところでファールになりますね。ということで、PK のキッカーね、選択していきましょうということで、まあメッシで
蹴りますかね。読まれていく、読まれていくし、クロスバーに当てていく。 PK はまあちょっと運の部分もあるんでしょうがないですけど、まあ、ここら辺ね精度高めていきたいなっていうふうに思います。はい、ここも後ろ使ってあげて、ここ一回ねこちら側の陣形を整うためにゆっくり回すところが取られてしまう。で裏をケアして相手が悩んでる時にプレスバック、ここはねパス交換からファーサイドが空いてるのでファー使って、ここキムヒが回ってるんでゆっくり攻めてあげて、ここですね、わー取られちゃう。ここら辺は相手の攻撃人数多いんで、でここねサイドバックが急所されるバグが起きちゃうんで、ここら辺は本当に注意ですね。ここら辺は丸パスで逃げちゃいましょうということで、でここら辺ねしっかりインターセプトはあのバツボタンを押すとカーソル合うんで、そうバツボタンを押すと取れるんで、まあ、バツボタンを押すのがいいかなと思います。でここら辺はアーリークロスは、あボールが見えない、うわーそれうまいな。ここもね伸びたとこバツプレスで取ってあげてカウンターですね。でトラップスルーして、ここね数的より作れてるんでうまく崩したいところが崩せなかった。うわっそれずるいな、相手の攻撃人数多いんでここはうまく耐えていきましょう。内側切ってナイス、ここね相手人数多いんでクリアしちゃいましょう。ああいうところでね不用意につないで取られるよりは蹴っちゃった方がいいですね。でここ裏行ってるんで、ここはチャンスですね。うわ外してく、まあ惜しいですねだいぶ。こういうのはどんどんね繰り返していけば点入ると思うんで、前半これで終わりかな。あでもまだ終わんないですね、取れそう。これは当てていい、デスパキャンって寄ってしっかり上げて終わるか、惜しいですね。まあ、スーパーサブもいるんで慌てずにね落ち着いていきたいなっていうふうに思います。まあ開幕は積み下げでいきたいですね。取れますね、コインパクトパス当ててあげて、裏空いてる、いやそれファウルないのか、相手がだいぶ不安定なビルドアップになっているのでチャンスと思いきや取れないと。ここら辺をうまく返して、ここフラスルで相手のサーチアウンでワンツーワンツーでってところがうまくいかない、取れないか、それ結構ピンチですね。クリア大事っす、マジで。この辺裏ナイス、カウンターは大事にしたいところで、これスルーパスバックなのでスルーパスは常に狙っとく。いやー厳
good. できない。スルーパスか。ファーサル変えて取る。ワンタッチで相手の CB 出てくるんで、うまく叩きたい。プレスが速いんでね、なんとかしたいところですが、カーソルチェンジが速いですね、相手の。うわ、キャッチするか。ここをね、すぐもう投げる瞬間にカーソル変えてあげて取ってって感じですね。ここは体勢ちょっと悪いですけど、反らしてあげてファーに入れてチョンチョンでダッシュしたとこかっさらいたい。これショルダーチャージ。ここは鉄板のパターンですね。中パスしてファーシュートを打てる選手に出すと、あの時ファーシュート一回真ん中の選手レバーかなって打てないなと思ったら、後ろ向いてあげることで、まあ、ボール取られないんで、あれでファーの人につけられるっていうのは大事ですね。真ん中で打てないなと思っても前向いちゃったら疲れちゃうんで、後ろ見てボール隠すのは結構ゴール前だと大事なスキルかなっていうふうには思って相手はどういう風に変えてくるのか分かんないけど、あ、トップ下になってるね、 SD から。ということで続きどうぞ。そのプレスバックの入れてあげて、はい、後半は点数が入りやすいので、しっかりね、特に相手のコートにボールをしっかり入れてあげるっていうのは大事なんで、クリアとかは全然しちゃってもいいかなと思います。早速事故ったね。ということでね、こういうプレーが勝つにはすごく大事なので、そういうところを意識するといいと思います。攻撃ね、今相手の守備のスタミナがない環境なんで、特にガンガン行くのは大事ですね。後半このショルダーチャージでワンチャン取れたらいいなぐらいで、まあ、ファールでもいいかなってやってます。これ辺はね、早めにカーソル変えて、ナイスクリア。このカーソル当てて、うわ、止める。ソン・ヒュンミン結構強いですよね。このソンはだいぶ使用感はいいですね。コーナーはミスマッチを、まあ、探すって感じでやってますね。自分はニアで反らして、ここもレーダー見つつ内側のコース消してって感じ でオフサイドなんでラインに上げちゃいますということで、出せないタイミングでオフサイドトラップをかけていったって感じですね。でこれカットインダブルタッチから、あ、惜しいですね。まあ、ここは1個下げでしっかり勝ちに行くのは大事なんで1個下げにします。でここはね、しっかりクリアしたい。クリアボタンね、すごい大事なんで、しっかり×だけじゃなくてクリアボタンもね、意識するといいのかなって思います。おお、すり抜けてくる。この内側切ってワンツーケア、内側切ってワンツーケアでオフサイドにかける。 OK、 いいね。出しどころなくて相手が詰まるって感じですね。この辺もスローに入れてあげて、相手もカーソル動かしてないかな、あ、動かしてるか。もう後半こんな感じですよね、マジで今の時期って。あー、多分小林さんがやる気を損失した、これもう負け確になっちゃってみたいな感じで、多分
おそらく自分の勝ちになるのかなというふうに思います。この時マジで心配ですよね。勝ってるのかどうなのかみたいな。ということで、くる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 してますが、無事に勝利できたのか。まだくるくるしてる。あ、ということで、アレルヤの勝利ということで、レートはね、2上がって、今はね、世界20位ぐらいですね。で、87%って感じで、まあ、こんな感じでやってるっすね。で、まあ、18位ぐらいにはいけんのかな？今ので更新された。ということで、また次回の動画もね、見てくださると嬉しいです。あと、配信もやってますので、ぜひ、そちらにもお越しくださいということで、チャンネル登録まだの方はチャンネル登録といいね、高評価お願いいたします。ということで、またね、バイバーイ。